さあ、チームデスマッチ。マップ。マートってとこか。わかんねえな、ここ。はい、こんにちは。アイアンサイト、MP7 があったんでね、使ってきます。使ってきます。まあ、ちょっと使ってたんだよね。最近 MP7 使ってプレイして。拡張の、なんかね、レベル上げないとアタッチメントつけられなかったんで、少しレベル上げてみました。で、今つけてるのがこのレッドドットサイトと、あとはなんだ、この、拡張マガジンかな。弾が40発になるっていう、これつけてます。で、6対6のチームデスマッチですね。さあ、サブマシンガン待ちなんでね、機動力を活かして、裏を取っていこうと。お、早速、リスポーン地点から出てきたやつを後ろから撃っていく。が、また後ろから撃たれてしまう。ちょっと正面行ってみようかな。さあ、上から、アシスト入れて、奥に行って、もう一人いる。右から回って、出てきたやつを倒していく。おっと、相打ちか。そう、このゲームね、なんか相打ちが多いんだよな。なんだろうな、なんか、ちょっと日本サーバー的なのが、ほら、対打ちした。若干重いんだよね。まあ、場所が場所なだけに。日本サーバーがね、ないっていうのもまたちょっとネックな感じなんだけど。うわぁ。もう倒してはやられてだね。そんな感じで突っ込んでいきます。はい、これも。いや、ちょっとこれ、あれだな。相打ち多すぎないか。4回連続相打ちじゃないの、これ。おっと？後ろから撃っていく。サブマシンガンそんなにね、覗かなくても当たるんで。はい、もう一人。なんとか二人倒していく。ライフはね、自動回復なんで、こうやって。おっと？バレていた。俺は100キルした方が勝ちだね。合計100キルした方の勝ちですね。ちょっとだけ今こっち有利になっている。おっと？逃げよう。裏から入っていく。リロード。ここなんだ。なんかみんなここ。おぉ、相打ちした。相打ちシステムダメだな。なんかちょっとラグがあるのかな？死ぬまで。MP7 のね、使用感なんだけどね。MP5 となんかそんなに感じが変わんないかな。同じ感じかな。弾が多いし、もう形が好きなんでね、私は使ってんだけども。どうなの？ AR をね、まだそんなに使ってないんだよ。アサルトライフルをまだちゃんと使ってないんで、なんとも言えない。アサルトライフルとサブマシンガンの差がどれくらいかだよね。思ったより覗かなくても当たるってのがちょっと嬉しいですね。さあ、適当にミサイル上からぶち込んでいく。ただ屋根があるからもしかしたら意味がないかもしれない。奥しゃがんでる。さあ、どこんとこ行ってるけど、多分これ屋根だな。屋根に当たって終わったパターンだ。バレた。おっと、そっち。おっと、相打ち出ました。相打ち、相打ちゲー。どうしようかな。上取っていくか。これなんだ、これドローンかな。はい、見えている。あ、いる。おわっと、やっぱなんか頭狙わないとダメなゲームなのかな。割となんか消耗戦チックな感じになるんだよね。2人3人抜くのがすごい難しい。さあ、後ろに退避して、横から撃っていきたいが、どこだ、どこ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 と。うわ、あー、ダメだ、そっちか。結構なんかね、ライフ減るんだよね、少しずつ。サブマシンガンだからしょうがないのか、俺。このゲームにもなんか AK 的なものがあって、そういう銃で戦えば、ガンガン倒せるのかもしんないけど。さあ、持ち前の機動力を活かして、倒していきたい。もう一人、もう一人行きたい。ダメか。さあ、あの下、なんかバリア貼ってある。なんだこれ。なぜバリアが。さあ、横、横から撃って。さあ、外から入り込んでいく。
おっと、後ろ姿を見たぞ。こいつ一人やって、確か後ろにももう一人いた気がするが、よし、追って後ろから撃っていく。いいね。さあもう一人、ダメか。ライフ減ってたらきついんだよな。グレネード、跳ね返ってきた、跳ね返ってきた。あ、終わった。勝ちですね。サクッと遊べて、このオーダー面白い。おっと、なんとか、キル1を取れたか。あの、なんか他の FPS と違って、なんか、なんだろうな、なんかレベルちょっと高いのかな。強い人が多いような気がするぞ。あとやっぱオープンベータなのか、ちょっとね、部屋の数が少なくて、カスタムマッチとかはね、部屋が10個ぐらいしかないんでね、全体で。で、あとはもう自動マッチングするしかないんでね、ちょっとそこら辺もちょっと遊びやすく。人がいないならしょうがないけどね、今のところそんな感じですね。はい、次行きます。